雑談は単なるおしゃべりではなく情報収集活動なのだということでですね、まさに、情報収集活動がうまくできない人はですね、やっぱり、アウトプットもうまくいってないんだなと。おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言は流れ音屋さんの名言で、お客との雑談は相手の心を広がせ、親密度を高めるというメリットがある。だがそれ以外にも、会話の中からお客のニーズを発見し、新たなビジネスチャンスにつなげられるというメリットもある。雑談は単なるおしゃべりではなく情報収集活動でもあるのだということで、流れ音屋さんのプロフィールをお伝えしていきます。流れ音屋さんはダジャレ&回文研究家、1967年埼玉県東松山市生まれ、東京工業大学工学部経営工学科兼経営システム工学科卒業後、大手市場調査会社シンクタンクなどを経て、国内初の CRO 医薬品研究会業務受託機関であるシミック兼東証、これは今一部って書いてありますけれども、何だっけ、スタンダードですか、上場の名機に入社。スタンダードかな間違えたら申し訳ないですけど、ちょっと調べておきます。はい、シミックさんということで、まあプロフィールね、ちょっとまあ古いので一部と書かれてるんですけれども、まあお客との雑談はって言うんですけれども、何でもそうなんですよね。私もいろんな人とこう雑談ばっかりするわけじゃないですけれども、いろんな話をするといろんな情報を仕入れたりとかいうことあるんですけれども、最近ね、いろんな人を見てるとですね、雑談じゃないんですけれども、やっぱり会話が成り立たない人っていうのはアウトプットも少ないんだなと。アウトプットをしてくださいと、いろんな資料を作ってくださいと言った時にですね、きちんとやっぱり資料ができる人っていうのは会話が多いというよりも、やはりきちんとね、会話が話せてるという人が多いんじゃないかなって思いました。会話が少ないとか、自分ではこう思って勝手に作ってるとかいう資料に関しましては、やっぱり違うものができてますし、違う方向に進んでるんだなというところが非常にありまして、やっぱりここ難しいんですけれどね、非常にそういう意味でですね、やっぱりニーズを発見するとか、新たなビジネスチャンスですよね。やっぱりこう書いてほしいとか、こういうふうに書いて記載してほしいと思ってても違うものができてるとですね、やっぱりやり直しとか手戻りが発生するということがたくさんあります。雑談は単なるおしゃべりではなく情報収集活動なのだということでですね、まさに、情報収集活動がうまくできない人はですね、やっぱり、アウトプットもうまくいってないんだなということがよく分かりました。まあ人とあんまり話することね、私も好きではありません。非常に好きではないし、こういった YouTube でですね、お話しすることも苦手です。まあ聞いてる方がどんな方か分からないんですけれども、非常に私は下手くそな喋りでですね、聞きづらいかったり、もうチャンネルをね、すぐ変えられてるんじゃないかななんて思ってますけれども、そういう意味でですね、もっとね、もっとこうちゃんと話せるようなね、シナリオとかやっぱり台本をちゃんと書いてやっていきたいと思ってますと言いながら、フリートークなんですけれども、今日もまあ頑張ってね、今日も一日やっていきましょう。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。